割と2月8日木曜日なんですけれども、ちょっと最初皆さんにちょっと実験につき、付き合っていただきたいんですけれども、2010年まで僕は車ではなくて電車通勤をしていたんですよね。だから電車に毎日乗っていたわけで、毎日乗っていた電車ってなんとなく駅を覚えていくと思うんですけれども、それが今でも言えるかっていう実験ですわ。それは、えっ、ー、と、えっ、ー、と、東京から西に向かって走る JR 中央線、あの、路線の色としてはオレンジ。 路線の色っていうのはなんとかカラーっていうのはオレンジなんですけどもそれの駅名を全部言えるかを実験してみますこれちょっと後の話につながるんでごめんなさいちょっとつけてくださいねえーと東京神田お茶の水水道橋飯田橋市ヶ谷四谷信濃町仙台ヶ谷代々木新宿大久保東中の中野高円寺阿佐ヶ谷荻窪西荻窪吉祥寺三鷹武蔵境東小金井武蔵小金井国分寺西国 分国立立川日の豊田八八王子西八王子子西高で、まあ、結構その、高尾っていう東京都内一番西側の駅なのかな違うな。これ絶対違うわ。東京都内一番西側の駅は多分奥多摩だな。えっ、ー、と、中央線の中で一番西にある駅が高尾なんですよ。その次、相模湖で、相模湖は神奈川県なんで、まあ、都内一番西の中央線の駅は、えー、高尾なんですけどもで、まあまあ結構駅数あるじゃないですか。 でこれで、例えば、えー、と中央線を走っている電車の種別は、各駅停車、快速、えー、今あるのかな、通勤快速、特別快速、通勤特別快速とかになるんだよね。 で、通勤特別快速はの朝のラッシュ時間に上りしかないんですよ。で、まあこれは結構その国分寺の次が新宿っていうまあまあの駅を飛ばすっていう感じでなんですけども、まあそれを置いといて。ほんで快速電車ってなんですよ。快速電車ってなんだけど、新宿から高尾の方に、西の方に向かっていく電車に、 で、快速に乗ったとすると、快速と、それより下に各駅停車やったんだけど、快速と各駅停車の停車駅の数の違いはどれぐらいあるかっていうと、二つしかないんですよ。つまり、新宿を出て、快速は新宿中野なんだけど、各駅停車は新宿大久保東中野中野なんですよ。そうすると中野から先の高尾までは、各駅停車とか快速っていう概念はそこな、そこの区別はなくなって、基本的にも各快速が各駅停車になるみたいな感じなんですよ。で、今話してることは、 ちょっとその運行形態的には正確ではないんだけど、快速という概念は、新宿から中野までしか、えー、と正確に言うと、東京から中野までしか意味がなくて、中野から先、快速っていうのは事実上ないって意味なんですよ。で、あの中央線の,その西の方に行くようあった時に、最初の頃、中央線に乗ってなかった時代があって、快速に乗って、あ、快速か、とかって乗って、でも、なんか、この先、 すべての駅に停まりますとかいうのを中野で、中野の直前に社内放送で言われるわけよ。で、嘘やんみたいな。快速どこやねんみたいな。どこがその快速の、その何、何、快速ってどういう言葉の略かわかんないけど、その快も速もなくなるわけよ。なんかちょっとその、もやっとしてたんですよね。で、これなんでこんな話したかっていうと、ある、まあち、ちょっと、ちょっと、ちょっと論点違うんだけど、あの、 京葉線っていう連車知ってますか東京の地下から、東京駅の地下から出て、えー、八丁堀とか新木場とか通って、舞浜っていうあのディズニーランドの最寄駅とかを通って、えーまあま、そうですね、あのー、幕張の海沿いとかを通って、千葉港とかを通って、ちょっとピンポイントで駅名言いましたけど、千葉港を通って、蘇我まで行くんですよ。で、その、 えっと、ちょっとニュースとかご覧になった方いらっしゃると思いますけれども、蘇我から東京に向かって走る京葉線にも、早い電車があるわけですよ。で、それが、ま、快速だったりとか、通勤快速だっけなかなんかがあるんですよ。で、その通勤快速っていうのが、これもラッシュ時間帯しかないんですけれど、これがね、結構、なんていうのかな、あの、通過駅が多いんですよ。通過駅が多いってことは、基本的に、その所要時間が、 各駅停車に比べると短いはずじゃないですか。で、これは、どっかで読んだんだけど、駅を一つ飛ばすごとに1分短縮できるっていう。その、駅に止まってる時間が、例えばさ、ドアが開いて閉じる時間が30秒だとしても、駅に止まるためには徐行するわけよ。で、駅に止まってから動き出すときには、その、スピードを加速させるための時間かかるわけよ。で、これトータルで考えると、まあ、最低でも1分ぐらいは、まあ、通過することによっては短縮できるんじゃないかって話なんですよね。 で、それで、よいしょ。えー、っとですね、その、京葉線に通勤快速っていう種別があるんですけれども、この通勤快速ってものは、もう、あのー、元もともと何て言うのそんなに1日に何十分も走ってるわけじゃないんだけども、蘇我の蘇我と東京蘇我の停車駅は八丁堀新木場のみなんですよ。 だから新木場からその先の蘇我っていう千葉県の、まあ千葉の先にあるところですけども、そこまでを全部飛ばすっていうね、なかなかこう、なんていうのかな、まあ通過駅があるとさ、その通過される側はさ、すごく嫌じゃないこう、ああまあこの電車乗れないのかみたいな感じになるから、嫌な気持ちはあるんだけど、でも一方で、乗ってる側はまあ、 早いいいから嬉しいみたいなのがあると思うんですねでこの通勤快速を廃止するってことがまあ発表されてで、それに対してその地元から反発が出たとで。これ、まあ、ちょっと政治的な話になるかもしれないから、あまりそっちの方に立ち入らないにするけれど、単純にそこの人たち、その地域の人たちからしたら嫌だと思うよね。嫌だと思いますね、僕は。 それによって、まあ、10分とか20分とか短縮できていたものが伸びるわけだから、単純に、ま、不便になりますよね。で、その、その、やり方としてどうかっていうのは、ちょっと政治的な話になると思うんで、ちょっと置いときますけれども、単純に嫌ですよねって話。つまりこれ、あったものがなくなるってことに対する、まあ、不満ですよね。便利だったのが不便になるっていうことに対する不満ですよね。うーん。まあ、そうね。 さっき、千葉港ってたまたま言いましたけど、昔、京葉線がそばまで通じてなかった時、終点が千葉港あったんですよ。っていうのも知っていて、まあ、それでちょっと、あえてその千葉港って、しかもその港って平名で書くんですけど、いうようなことを、まあ思い出したりしたんですよ。でもこれ、うーん、まあ、亡くなる側ね、つまりその辺りに住んでる住民の皆さんは、どういうプロセスであれ、 なくなることに対する不満って絶対あると思うんですけれどうーんでも何て言うのかな全てのものがこう便利便利,便利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 になってくってあるのかなっていう疑問もちょっとありますよねこれだから大学の中も同じことですけれども大学とか、まあ、いわゆる教育業界も同じことだと思いますけれども すべてのものが学生さんにとっても教員にとっても便利、便利、便利、便利になっていくとして、果たしてその裏で何か不便になるものは何もないのかとかね。端的に言うと、その便利、便利、便利になるってことは、どん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 お金がかかるっていうことが多いと思うんで、まあ、この、その通勤快速の廃止はちょっと違うと思いますけれども、お金がかかる、かからないっていう問題とはちょっと違う点もあるとは思いますけれども、 難しいよね。だけど、まあ、少しでもそういうストレスを緩和するためには、やっぱ話し合いなのかなって気はしますね。うん、ちょっとこのニュースね、割と関心があるんですよ。結局これどうなるのかっていうね。あの、JR 側が発表した後に、そういう住民とかね、そういう千葉のあたり皆さんから意見が出されて、それを受けて JR 側が少し、こう、なんていうのかな、あの、 妥協って言い方が適切かわかんないけれども、ちょっとその、なんていうの通勤快速ではなく違うものをね、まあ,あの、走らせるとかね、言ってたりしますけどね。難しいよね。ほんじゃ、また。